皆さんこんにちは。拓殖大学の濱口です。前回ですね、自衛隊の今を考えるということで第1回目の話をしましたが、今日は第2回目になります。今日第2回目はですね、近年ですね、自衛隊は日本のどこかの地域でですね、災害派遣の活動に出てるというふうなニュースを聞くわけですけども、この災害派遣、自衛隊ですね、確かに自衛隊はですね、災害派遣においてはかなりマンパワー的にもですね、機材的にも能力を持っているので、やはり要請があればですね、被災地に行って活動してそれなりの、成果を出しているのは事実であります。しかしながらですね、やはりあまりにもですね、自衛隊を便利屋的に使いすぎてはいないかというふうなことであります。この写真はですね、皆さんたちにも何度かご紹介したかもしれませんが、これは令和元年の台風15号の時の写真であります。これは実は千葉県のですね、房総半島、この台風10号でですね、多くの房総半島の住宅の屋根が飛んでですね、雨露をしのぐためにブルーシートを自衛官が屋根に取り付けている写真であります。で、この取り付けをしているこの自衛官ですが、じゃどういう自衛官かというと、千葉県習志野市にあります第一空挺団の隊員がですね、このブルーシートをですね、屋根に取り付けているわけですが、こういう屋根にブルーシートを取り付けるような作業をですね、第一空挺団の自衛官隊員がやる必要があるのかということですね。こういうものは民間業者や、あるいは日頃からの地域の自主防災組織や地域の防災の研修訓練の中で、もしこういうことが起こったら自分たちで、あるいは業者に頼むような、そういう仕組みや形や訓練というものをやっておけばですね、第一空挺団の自衛官隊員がこんなことをする必要はないわけです。しかしながら現実的にはやっていると。千葉県知事から要請があれば、第一空挺団の隊員がこのような作業までしなきゃいけないんだというふうな状況があるわけですが、これはまさに便利屋的なですね、象徴的な、災害派遣ではないかなというふうに思ってます。ちなみにですね、このブルーシートをかけているこの写真ですが、一方ですね、民間の業者がブルーシートをですね、取り付けた屋根もあります。で、この後この年はですね、台風15号の後に台風19号がやはり房総半島沖を襲いました。そうするとですね、何が起こったかと言いますと、この第一空挺団の自衛官が取り付けたブルーシートはびくともしませんでしたが、民間の業者が取り付けたブルーシートはまた台風19号によってですね、きれいにブルーシートが飛んでいたというふうな話もあるわけですが、やはり本来はこれ民間がですね、やるようなことであって、自衛隊が、第一空挺団がこういうことをやるべきではないというふうに考えます。一方ですね、現在も能登半島、今年正月元旦に発災をしました能登半島地震ではですね、未だに能登地方ではですね、自衛隊がまだですよ、まだ災害派遣に出ています。特に入浴支援ですね、入浴支援、お風呂の支援に行っているわけですが、実は自衛隊が災害派遣で使っている入浴支援、入浴セットはですね、全ての部隊が持っているわけじゃありません。実は各部隊を統合して何か所かにしか入浴セットはないんですね。その入浴セットを能登に持っていってますが、じゃあ自衛隊が演習に行って、演習に行けば当然自衛官も夜お風呂に入るわけですが、そのお風呂に入るセットがないと、そうなると。というようなことが起こってくるわけですね。ですから本当でもこの段階ではこの入浴支援なども民間の業者や、あるいはまさに地方の行政自治体がうまくですね、調整をして入浴できるような
形にもうこの段階でするべきなんですが、いまだに自衛隊の、ね、陸上自衛隊の入浴セットを持っていって被災者が利用しているというふうな現状も、これまでおかしいのかなと私は思っています。ですからこうですね、もう安易な自衛隊依存をやめるような形に日本全体が持っていかなければ、いつまで経ってもですね、おんぶに抱っこのような状態が続くんだろうと思います、ね、まさに災害対応を一言でなくて自分ごとと捉えるような形になればですね、安易な自衛隊依存というのは当然なくなってきますし、自衛隊も他の任務、他の業務、あるいは訓練、研修もできるわけであります。それからですね、この災害派遣ですけども、今見ましたようにね、自衛隊の第一の、まあ、任務は国防ですよね。国防、自衛隊の災害派遣というのは、緊急性、公共性、非代替性の3要件を満たして初めて、災害派遣をするわけですが、実際にはですね、この3要件を満たしてなくても、この近年の状況はですね、自衛隊が災害派遣をできる、災害派遣に出ているのが現状であります。さらに言うと、一回話をしたかもしれませんが、この能登半島地震ですね、能登半島地震に自衛隊が派遣されている最中ですね、1月24日にはですね、岐阜県知事から、災害派遣要請がありました。どういうものかというと、ネクスコ中日本ですね、いや高速道路ですね、でこのネクスコ中日本の関ヶ原あたりの地域で毎年ですね、ニュースでご覧のように大雪が降って大変な除雪に困るわけですが、その除雪作業にですね、除雪作業に岐阜県知事は陸上自衛隊第11師団に対して、まあ、災害派遣要請をしました、ね、そして約350人のですね、自衛官がこの除雪作業に従事をしました。ちなみにこの陸上自衛隊第10師団というのは能登半島地震の主力部隊でした、ね、その主力部隊 の部隊にまた改めて追加でまた350人がですね、ネクスコ中日本の関ヶ原のこの雪の除雪作業に災害派遣で出ていくというような状態です。もっと言えば高速道路のですね、この雪の除雪、別に自衛隊でなくてもそれこそ民間含めた、あるいは一層の通行止めのいいんではいいですね、通行止めにしてもいいと思うんですよね、場合によっては。しかしながら岐阜県知事は自衛隊に対して、災害派遣要請をして一晩で除雪をしてくれというような依頼をするような状態なわけですね。まさに便利屋、困った時の自衛隊みたいなですね、自衛隊は何でもやってくれるんだというような、そういうような甘いですね、やはり認識が知事クラスにもあるということの証拠ではないかなというふうに思っています。さらに言うと、今回能登半島地震ですね、発災はしたのが元旦でしたから、多くの自衛官が、駐屯地から離れて帰省したりとか、あるいはまあ旅行をしている人もいたかもしれません。そうなると発災したことによって自衛隊はですね、部隊の自衛官はまあ、非常固守というかですね、呼び戻されます。ところが元旦正月というのはですね、通常よりも人の移動が多いわけですから、いろんな新幹線飛行機等も料金が高い、チケットも取りにくいような状態があるわけですね。で当然ですね、今回奥能登地域に発災をして、そしてそれに関連する部隊の隊員さんや自衛官が戻る場合はですね、本来であれば業務命令ですから、その戻るためのチケットの旅費等は国や自衛隊、防衛省が本来は支給するのが当然なわけですが、今の現状の見解では旅行や帰省というものは公務員、国家公務員等の旅費に関する法律ではですね、これは旅費の支給の対象外だというふうになっているわけですね。しかしながら発災して、そして仕事で戻るって来いって、急に戻って来いってわけですから、それは通常であればですね、旅行で行ってようが、帰省で行ってようが、戻る時の旅費に関しては、やはり国や防衛省や自衛隊がそれを負担するのは当然だと思うんですが、今はそうはなっていないな状態ですね。こういうことも本当は変えていく必要があると思うんですね。
もっと言うと、今回もそうなんですが、過去もそうなんですが、サイヤ系の特殊勤務手当、これは、1日1620円です、手当が。時給ではありませんよ、時給では。ね、1日の手当が1620円。朝5時起床。24時消灯ですよ。ね、で、日額、1日特別手当が1620円しかもらえないと。これ本当に、高校生のアルバイトよりも、もうあれですよ。高校生のアルバイトでも時給1000円ぐらいのところありますからね。それを考えたらですね、大の大人がですよ、朝5時に起きて、消灯24時で働いてですよ、1日1620円しかもらえない。これじゃちょっとですね、あまりにも過酷すぎるじゃないかというふうに思うのは、私だけですかね。私は多くの方、この数字見ればですね、ちょっと少ないんじゃないかなというふうに思うと思ってます。そしてこの自衛官が身につけている装備品ですね、13年前に起こった東北地方太平洋沖地震、いわゆる東日本大震災でもですね、私は指摘したんですが、自衛官が被災地に行くときに身につけているヘッドライトとか、あるいはそれに使う乾電池とか、あるいは手袋とか、私物で、私の自分で使う私物、こういうものは基本的にはですね、支給されません。自分で購入をして、ね、被災地に行くと。さらに言うと、下着とかの中に着るものですね。こういうもの、あ、これはインナーですね。インターってもインナーですね。これね。これインターというか、インナーですね。インナーですが、着けるものなど、これもですね、枚数、支給はされますが、枚数が足りないために、あとは自分で購入をして、持っていく、まあ、ケースが多いわけです。特に若い自衛官は、そんなに給料が高いわけじゃありませんから、ね、災害系に行くたびに逆に経済的負担が増えるというふうな悪循環でもあるわけであります。一方ですね、こういう状況もあるんですが、やはりですね、自衛隊の応援団が応援団になっていない行動というのは、これどういうことかというとですね、何人かのジャーナリストとかですね、が自分たちは自衛隊を応援する立場でジャーナリストとして活動しているんだっているわけですが、その人たちが発するですね、中身が逆に、あ、これを見たらやっぱり 親御さんとかも含めて、あるいは受験したいことも、あ、こんな劣悪なとこ、あるいはこんな厳しいとこだったら自衛隊に入りたくないと思わせるような、そういう逆にちょっとですね、身を引くような、そういうふうな形のものを見せてですね、これでは自衛隊はダメだから何とかしましょうっていうようなことを、ね、紹介する、ジャーナリストさんもいますけども、それはかえって逆効果です。